はい、こんにちは。えー、今日はですね、えー、ガス釜の炊き方の話をですね、えー、ちょっと今回もずっと一連の、えー、説明をしていきたいと思います。ちょっと長くなります。それから、あの他の電気炉とかですね、そういう窯をお使いの方には、えー、もしかしたら必要のないことなのかもしれませんが、えー、っと炎のある窯ですね、薪窯とか、他の灯油窯とか、そういうものをお使いの方には、 ある程度ヒントになることも含まれると思いますので、まあ、よかったら見てみてください。えー、まず私はですね、あのもともとガス釜を作る竹炉メーカーに、えー、いました、それからまあフリーランスになって独立したわけですが、その時の経験値というのは、ほぼ、えー、ガス炉の、まあ、陶芸用の釜ですね。それがもう90 7%ぐらいですす経験としてはですねでねあの、まあ、個人の作家さんとか製刀場などの窯が多かったですねで巻き窯が2期か3期ぐらいやったことがありましてそれからえっと灯油窯も私はやっぱり2期ぐらいしか製造に関わってはなかったかなと思います。で 工業炉とかねそういうのも一部特殊炉とかありましたが、まあ、そういうのはちょっとあ,のあまり経験はないですねそれからまあ都市ガスですね都市ガスの窯というのも、えー、経験ほとんどないですで要はプロパンガス それがブタンガスを使った、まあ、ガス釜ですね。そこへの、えー、説明。それから私自身がですね、あの自分のこの,あの住んでる場所に置いてる、えー、ガス釜、古い釜ですが、これも0.4ーベの台車なしの、えー、ガス釜、プロパンガスを使用しています、えー。だからそういう観点からの説明になりますので、そこをちょっとね、えー、押さえておいてください。はい。 まずあの最近引きあの立て続けにですね小生指導とか質問とかですねあのずっとあるっていうのと私は一応ブログをこうずっと残しているんですがそのブログは当然その発信者の私には管理画面が見れるわけですからどの記事がよく見られているかっていうのは毎日分かるようになっていますがえーとこの23年ですね 11年前ぐらいに書いたダンパーとドラフトの話が常にトップ10にあります。このの年ぐらいはほぼトップ5の中に毎日あります毎日あるからもうしょうがないのでそこにえこの数年間で撮った動画のまあそのダンパーとドラフトのあたりの話を貼り付けてますがまあこの動画もですねその記事にまた貼っておこうかなと思います。はい 逆に言うとですね、それだけこの、えー、発信が少ないんだっていうことですね釜のこの辺りの話でやはり私としては釜を、えー、取り扱って販売している人間なので皆さんには使い方を覚えていただきたいし、あのー、そこの誤解のない 状態でいろんな、こうあのあそこのメーカーの釜のここがこうだよねとかいう話をですね、あの皆さんとししていいけたら楽しいなとと思っているところですなんか要はね、男性だったら分かると思うんですが、車とかバイクの好きな人とかですね、まあ、ホンダはどうだなとかね、川崎はどうだとか、トヨタのあれはどうだなとか、ミッドシップはこうだなとか、そう,そういう話をですね、釜でもできたらいいんじゃないかなと思います。 とといいうことでやっていきましょう、はい、えまずですね、ちょっとよくある、えー、質問というか、ですねこれちょっと絵があれですけど、釜の台車のないガス釜の、えー、簡単な絵ですで。よくあるのが、よくあるというか、え作ってる側がどう思ってるかということですね。で例えば、ここに、ここですね、こことここと、こういうところにこう色味の穴があります。えー、とメーカーカさんとサイズによっては まあこの辺にあったりとかああまあ前のこの辺にあったりとかそれから後ろの同じようにこの辺にあったりとかそういうこともよくあるかと思うんですがこれはですね私たち作ってる側もう今僕はメーカーじゃないけど作ってる側っていうのは意味があるから作ってるんですこの穴を。壁えまあ僕は取り扱いのとこだったら1 8 0 1 8ンチぐらいの壁厚があるのでね例えばその。 まあ薄いところで1 2 0 1 2ンチぐらいの壁厚のところでもですねそれだけのこの貫通した穴を、えー、路壁に開けるというのはやっぱり、えーまあ、コスト的にも面倒くさいというか上がっていきますしないならない方がレンガも積みやすいですよねけどわざわざそういうふうな加工してフレームもここに穴ができるようにっていうような。 加工だからここにまあ鉄板を貼るような形であればこの鉄板にも穴を開ける加工をすると扉もそうです扉もここにこういう穴があってここにもあるとでまあお客様から言われた場合ですねさらにここに何か引き出しのための穴を作ったりすることもありますで当然こういうことをやればやるほど仕事の内容というのは複雑になってくるのですが なぜかというとそれが必要だから <laughs> 行っていますだから煙突のですねダンパーとドラフトもそうなんですけどダンパーとドラフトをメーカーがわざわざその釜に作ってるっていうことはその両方を使うよねっていうことなんですねどっちかしか使わないとか確かにそういう条件になってしまってる釜もあるんでそれは後で話しますがあるんですがメーカー側としては 釜をうまく炊くためにこれだけのものをつけとかないと困るでしょっていうのでつけているわけですね。だからまあそのそこをまずシンプルに理解してください。こういう色味の穴があるのはこれを釜焚きの時に必要とするから使用しています。で、えー、よくある誤解としてはですねここはこれまあちょっと 見にくいですが、これバーナーですね。下バーナーが3本ある状態を書いています。で、このバーナーの方に、えー、要は、この穴は空気を入れるためだみたいなことを言われることもあるんですが、えー、っと、厳密には違います。えー、まあ、ガス釜のベンチュリーバーナーというか、ああいうバーナーはですね、もう、ここの この部分でもう一時空気が混ざって、えー、炎がついてるのでここに穴があ,るあ,あろうがなかろうが関係ないんですよ関係ないですだからここはあ違うことに使うものです、あのー、それはですねまあ私の感覚というか私の、まあ、経験値も含まれたお話になってきますのでもちろん人それぞれやり方があるのは、えー、十分承知していますが 特に初めてとか今自信がないとか何か困ってるという方はこれを参考にです、ね、していただけたらいいんじゃないかなと思います。はいえー、それからあ炙りですね点火してすぐ点火してすぐの時に、えー、扉を開けておった方が蒸気が抜けて、えー、いいと。 いうようなお話もたまに聞くんですが、それも全くの誤解とあえてここでは申し上げておきます。まず、煙突の方に全ての排気は抜けていくように設計されていますので、点火したときにこの扉を開けるというのは非常にあのバランスを崩してしまう危ないことなんです。危ない危ないというか えー、そうですねあの。仮にですが、仮に失火して、生ガスがあ充満して、えー、爆発を起こした場合ですね、扉を開けてれば、扉がバーンと吹っ飛びますので、ね、こうバーッと開きますので危ないですね。そういう意味では危ない。それからやっぱり、えー、この窯、こちらで説明すれば、炎がこう入ってきますよね。まあ、横バーナーであればこう入っていくとも、まあ、一緒ですね。で、ここでこう。 式ですすからなりますで棚板の隙間などを通ってここですね沿道に落ちていくわけですがまああのここで扉が開いてしまうとですねこの流れができる前にこっちへ、えー、扉が開いてて逃げていくわけなのでいつまでたってもあ上下の温度差が 改善しなない状態でずっとと続けることになります、えー、そして温めるべき沿道とか煙突の方がですね全く暖かくならないということもありますので、えー、もちろんあのいろんな例外はありますが基本的に個人の作家さんが使うようなサイズの窯で、まあ、そういうことはしなくていいと私は思いますし。えー まあ大きな釜でもそうではないかなと思います、はい、それからですね非常にこの重要な釜焚きの話をする前段階のお話として、えー、窯のそののに対して必要な煙突の長さっていうのがありますこれはあの私はそういうところがですねふあの増えてなのであの数字はちょっとわからないんですが計算する方法があるそうです。 ところが計算通りに煙突の長さを出すだけでは実はダメでやはり基本的には長すす。ぎるぐらいいいの方がいいですなぜかっていうと煙突が高いと自然と煙突の方へこうこ,この空気が吸われていこうとするんですね。 それその自然とそういう現象が生み出されるわけですがそれを抑えることは簡単なんですが例えばですね例えばこれだけしかない煙突で全然こっちに吸ってくれないよななんとかこっち吸ってもらおうかっていうふうな工夫というのはですねできないんですよそれをま炊きしながらはできないことですだから煙突というのは ちょっと長すすぎるかななぐらいでで、えー、十分なわけですねだからもう経験則として自分なんかはそのその初めての釜でも現場で見た時にちょっと短いなと思ったりあこれなら大丈夫だなというような判断をしていますがそれはちょっとやっぱりその数字ではないというか、えー、そうですね、あのーそ,まあ、そういう言い方してしまえばしょうがないけれどやっぱり。 あまりにも短いともうそれは炊けないに等しいわけですね逆言えば温度を上げたくないとか引っ張りたいんであれば温度が上がらない釜っていうのは煙突をどんどん短くしたり煙突自体をなくしたりすればそういう釜はできるわけですねはいじゃあその煙突の長さがちょうどいい場合 ちょうどいい場合っていうのは逆に言うと、えー、ちょうど良すぎるというような部分もあって逆にこのダンパーやドラフトの操作量というのがですね、えー、減ってしまったりほとんどなかったりすることになりますそうなると釜詰めの、えー、状態によってはですね今日は炊きにくいなということになったりあ今日は調子いいなっていう風なムラができてしまうわけですねだからもし、えー、お使いの釜が そういう癖があるのであれば多分それは煙突の長さがもうぴったりすぎるというかそういうことなのでちょっと長くしてみるとかあまりぎゅうぎゅうに釜詰めしない軽めの釜詰めで常に調整するとかっていう工夫が必要かもしれません。はい、で例えば私が、まあ、作っていたそのね大沢合唱紹会 0.2粒ベで大体ここが、あのー、自分たちで作るので鉄板鉄板を曲げて作りますが鉄板がサブ6といって、まあ、900の1800なんですねまあそれを縦でこう回していくので、まあ、900が4本ですねそれからこのフードとこのベースがあるので大体4メーターぐらいです それからもちろん太さがありますもちろん0.2っていうのは一番細いものを使ってましたが、えー、やっぱり4 m ーー0ちにある今0.4粒ベの釜ももっと太くなって4メー,ターぐらいかな4メー,ターぐらいありますあ4メー,ターちょっとあります4 5メー,ターぐらいありますがそれぐらいは必要だということですねだから大体その4メー,ターより短いっていうのは 1まあ一つの基準かもしれません、皆の個人レベルが使うガス窯で、まあ、これよりも短いというのは、あそのあたりのちょっと不安があるということです。それからあの、経験値あまりないですが、灯油釜ですね、灯油釜でも、えー、ブロワーでの強制吸気、えー、燃焼というのが行われるわけですが、それでも煙突というのはやっぱりある程度長い方がコントロールはしやすいかなと思います。基本的に 釜の,の中の空気を引っ張ろうとしている状態の煙突は簡単にコントロールできるんですがそんな力がもうあまりないとかですねほとんどないとかそういう煙突でう,うまく廃棄していくっていうのはなかなか難しいので基本的に煙突というのは必要十分それ以上の長さがあるのが望ましいということですね。それれからあのこれままででの動画でも説明していますが まあ安直にこう90度などには曲げないということですね。こういう流れが妨げられる形になるので、もし曲げなきゃいけなかったら、曲げたあと、またこれぐらい伸ばさないとまあいけないだろうという感覚を私は持っている感じです。はい、それじゃあ、ですね順番に調整の方法を説明していきたいと思いますが、まず、釜焚きの。 一番大事な考え方ですね。一番大事な考え方というのは、やはり、初、えー、めの4時間ですね。それから、最後の2時間ですね。この考え方が必要です。えー、最初の4時間がなぜ重要かというと、 そのここの炙りの話をしましたけどその扉を開けたりとかねそういう間違った操作せずにえそしてまだ釜全体あったまってませんからあったまっていく間徐々にバーナーをこうつけていったりガサツあげていったりしてこの中でこう炎の流れをですねこういうふうに流れてほしいんだお前にはっていうその状態を作るのが最初の4時間です。ここが非常にに大事でだいいた温度的にはまあ 400度から600度ぐらいになるところだと思います。ここでしっかりと、えー、この釜の中、炎がきれいに循環して、沿道へ、煙突へっていう風に抜けていく道筋を作ってあげることですね。それをしないとうまくいかない。その時に必要なのが、やはりこのバーナーのところの穴ですね。ここで、えーまあ、ライターの 炎をかざしてその今どの状態なのかということですねそれからダンパーとドラフトの操作ですねこれを行って常にバランスを取っていかないといけないということですはいだからここを使ってですね今釜の中がどんな状態でどういうふうに煙突で廃棄されているのかっていうことをまあ 想像ししなががらでですすね把握ていいくうの重要最初の4時間うまくいけばあと非常にあの楽になりますはいじゃあ最後の2時間って何なのかっていうとこれはですね、まあ、ゼーゲルコンとか色味を確認して、まあ、いつやめるかっていう判断ですねこれいつやめるかっていう判断がきちっとできればいいそれから鎌炊きのスタートとして最初の基本である4時間をしっかりとやっておけばあとは あの順調に進んでいくよっていうその意外とここが大事で還元調整をま何度から始めるとかそういうことよりもまずこれが重要だということですはいそれではですね実際に点火してからの話をしていきたいと思います、えー、当然そのまあこれガス窯の台車のないタイプをあ元に説明しますが炎がですね。 まあ点火して、まあ、このように炎ここが上がっていくわけですが、このときですね、最初は、まあ、あの特に何も操作することはないですね、あのダンパーですね、えー、っと後ろの沿道ですね、沿道を書いておきますが、ここがドラフトで、ここがダンパーですね、これ断面図、横から見た断面図ですが、まあ、ダンパーは まあ、開けておきますでドラフトは閉じておきます。この状態要は煙突にスーッと抜けていく状態のままスタートして最初はなかなかそのこういう流れができないのでまあ温まるのを自然に待つしかないわけですが大体例えば6本とか8本のバーナーの窯が多いと思うんですがそういう全部大体ついてきた頃に。 えー、こちらの方へね、えー、だんだん流れができてくると思いますのでそうなった時に初めてこのバーナーのところの色味穴でロアーツーですねロアーツーをま見るロアーツーですねロアーツーを見るんですがどう見るかっていうとここにですねライターの炎をかざして、ね、ライターの炎をかざして、えー、この炎がですね どういうい動きをすするかですねそれで、まあ、例えばよくやるのはこちらへ引かれればマイナスだとこちらで押されればプラスだということですがどちらでもないいのの状態というのがありますこの今の釜のえ釜詰めされている密度とバーナーが今何本ついているかということと それからガス圧がどれぐらいなのかっていうことですね。それらを複合的にその条件でこの状態がいろいろ変わるわけですね。だからダンパー何センチとかっていうような記録は意味がないわけですよ。その条件は常に変わっていきますから、だからそういうことではなくて、今どれぐらいなのかっていう判断ですね。それで例えばな、全く動かない、この全く動かない状態がゼロだとすれば、 素焼きの始まりとか本焼きの始まりの時は水分をある程度抜きたいわけですからねガスとか水分を抜きたいわけですからそのゼロの状態からちょっとマイナスにしておくわけですそのちょっとマイナスっていうのはこうダンパーか何かを触った時にちょっとこうスーッとこっちへちょっと引っ張られたなみたいな状態ですねその炎がですねライターの炎がギュッとここに座れるほど強くなくてもいいと思うんですがこのゼロの状態から マイナスに行った状態をキープしていけばいいわけけばわですそれで0を見つけておかないと吸われてるからマイナスだから引いてるからいいやっていうことではないわけですねそれがマイナス1なのかマイナス100なのかわからないわけですからじゃなくて0を見つけてからちょっとマイナスを見つちょっとマイナスっていう感覚ですその引いてればいいじゃなくて0からの基準で考えるってことですプラスもそうですね プラスも還元調整などになれば、目に見える形で炎が出るんですが、そうじゃなくて、このゼロの状態からちょっと押されるとかね、中へ炎をね、ライターの炎をこの色味はない、入れようとすると嫌がってこう反り返るみたいな。その状態とか、そういう把握ですね。それをずっと見ていく。それをまあ場所によって見ていくとかですね。例えば、左右に当然あるわけですから、全部同じようになってるかなとか。そしたら、釜によって、 では例えば奥の方と前の方のここの炎の感じがちょっと違うなということはやっぱり釜のサイズと煙突釜詰めの状態から前の下の方がちょっとあれかなとかそういう癖があるんだなとそしたらそこには後ろの方と同じ予約を置かない方がいいかなとかそういう工夫があればいいのかなと思いますし例えばそれが分かっているのであれば 何か違う改善して、釜自体の方をなんか改良するとか、まあ、そういうこともできるのかなと思います。はい。これは一つの見方ですね。これ、これの見方が分かると非常にこう楽になってくるということですね。それではですね、その、よく、またこれもよく、あの、その、聞かれてる、えー、ダンパーとドラフトですね。ダンパーとドラフト。この、この釜の、このままあ後ろがどうなってるかっていう形で書きますが、まあ、こうなりますね。こうなって、 こうなりますね。これがここが沿道ですねでここが、まあ、ドラフトですねでここに、えー、ダンパーがありますはいじゃあここがどういうふうに考えればいいかということなんですが煙突が最初に説明したようにしっかりと十分な長さをあれば 基本的に窯は引きすぎて温度が上がらない状態のバランスになっているわけですね。だから、ダンパーを全部開けて、ドラフトを全部閉めたら酸化調整だっていう記述はですね、間違いということですあの。確かにそれは酸化でしょうけれども、コントロールはできていないということです。で、コントロールするためにどうするかっていうと、さっきのライターの炎を見ながらの。 適正なマイナス状態、適正な酸化焼成の状態ですね。その状態を維持できるかっていうこと、それにはやはり、えー、ちゃんと長さがある煙突とコントロールできる、えー、考え方をしていかなければいけないっていうことですね。はい。じゃあ例えば、ゼロの状態が見つからないと。えー、例えばそうですね。例えば吸いすぎてると。マイナスになりすぎてるなということであれば、ドラフトを開けるか。 ダンパーを押しし込むかしないといとけませんで、ダンパーとドラフトをどう考えるかですが、えー、これもいろんな方法論、考え方があるので、まあそれぞれ、えー、考えて、えー、好きな方法をとっていいと思うんですが、この動画でお話しするのはですね、えーまあ、例えば、まあ実際ここはあのレンガがね、こう詰まってる、えー、線になってる状態なので、これを 一つの長い管だとすればね煙突がまあ例えばストローだとすればストローに穴を開けてしまうのがドラフトですねそれがダンパーというのはそのストローの中を通ってくるこの液体に対して物理的に何か邪魔をするものを差し込んでいくイメージです流れはするんだけど邪魔をしているそれからこ,のこう流れようと思っているのにドラフトというのは ここを開けることによって、外の空気を一緒に吸うので、ここの流量が抑えられるということですね。だからもちろん、これじゃない考え方もあると思いますし、それは自由な考え方だと思いますので、自分が理解できる、自分が操作でやってみて、あこういうことかと、理解できた方法を取ればいいと思います。まあ、ここでは、あえてこの方法で説明しますが、まあ、こういうことですね。そして、ダンパーは、 それでもこの大雑把なレンガをスポット抜いただけではコントロールできない微調整をここでするっていう感じですね。で例えばこれを取ったけれどまだ気持ち吸われてるなぁじゃあここあと何センチか押し込んでみるかと3センチ押し込んだらあまっすぐになったなぁゼロになったなぁ そういういコントロールですねそしてじゃあ今から還元調整しようかなという時にはじゃあドラフトをもっと開けるとかですねそれからこのプラスマイナスの関係というのは当然ガス圧もです、ね、大きく影響します、はい、要はガス圧を上げれば煙突ダンパーとド,ドラフト何も触ってなくてもここはプラスの状態になっていくわけですね。 ね、だからそ,その考え方ですね。アクセルを踏んでるっていう感じですね。ガス圧を上げるっていうのと、えー、こっちでいかにこうそれを抜くかっていう形その,その攻めぎ合いのバランス。で歓迎調整であればガス圧をドカンと上げてで、えー、煙突の方はもうガバッとこう抑えて、ね、こっちも抑えちゃって、えー、でもここから炎が。 目に見える形でですねここでボワーッと出るような状態にするということですそれからあのここで見なくて違うところで見るっていうのもありますそれはいろんな方法があるのでそれは自由ですですですがこれだけは言っておきたいのは投炎式の窯はこういうふうに炎が動いているので上の方にある穴それから扉のこのこの部分の穴っていうのは基本的にいつでも吹いてますいつでもプラスです 一度もプラスですここでその最初の頃の微調整はできないと思いますだから還元の状態の炎をですねここで見るっていう方はいるんですが最初から最後までここでやるってことはある意味無理だと思いますそこの考え方としては、まあ、両方使ったらどうですかということですそのために、えー、最初にお話ししたように、えー、作ってる側としては 両方に穴を開けてるわけですからそれは両方を見て比べていったら僕はいいと思います。はいね、こういうふうに、まあ、ダンパーとドラフトですね、まあ、こうそれからガス圧ぐグーッとガス圧が上がってきたそれを適正に抜いてあげればずっと同じ状態で炊き続けられるそれから還元かけようかと思った場合は逆に抑えすぎる状態。 煙突の方を変えないんだったら合札を上げるともしくは同時にそれを行うということで蝋圧をカット上げて、えー、酸欠とは言わない酸欠酸欠ともねよく皆さん言われますけど酸欠ではありますが、えー、ちょっと足りないぐらいってことですねちょっと足りないっていうことですそれからこれもよくあの説明するんですがあの私も別にの理系の人間じゃないんだけどプロパンガスとかはこういう化学式なんですね ここういうい化学式で、でまあれれ炭素ですね。でそれから灯、えー、油がですね、C が12とか、ねえー、こっちなんだっけ、ちょっと忘れましたけどだから要はその炭素量が多いので嫌、えー、でもですね、灯、えー、油釜っていうのはまあ還元気味になるということですね、それから煙が出ちゃうということは根拠はここにあるということですね。はい、だからまあガス釜の場合はもう還元は思いっきりかけてもいいということだと思います。はいで その危険なのはです、ね、やっぱ一酸化炭素中毒とかです、ね、そういうこともありえるので換気をしっかり行うということです。必ずどこか、まあ、空気が、えー、入るようにしておくということです。であのガス釜をです、ね、小さな0.2リューミの窯でも一晩炊けばです、ね、普通の家庭の1ヶ月で使うガスよりも。 多いいぐらいの画素を使うわけですよ。それが一晩でその場所でなくなるってことはその大体5倍とかそれぐらいの空気がなくなっていくわけですから締め切っていればあっという間にそういう一酸化炭素中毒の事故が起きますのでそれは教室とかですね管理側にいらっしゃる方は学校とかそういう管理側の方は必ずですね 行ってください、はい、でまたこの話をベースにですね皆さんのコメントや質問があれば次の動画につなげていきたいと思いますどうも長い動画お付き合いありがとうございましたこれからもですね釜を中心にいろいろな焼き物に役立つ情報を発信していきますのでよかったらチャンネル登録お願いしますどうもありがとうございました